夏も近づく88夜。こんにちは、伊藤園ティーテイスターの工藤です。今年もいよいよ新茶の時期がやってまいりました。こちらの畑でも新茶の新芽が順調に新調しております。いきなりですが皆さん、88夜というのはいつ頃かご存知でしょうか？2月の立春から数えて88日目のことで、毎年だいたい5月2日頃を指します。この頃が新茶の摘み頃というふうに言われております。今日の茶話タイムでは、この新茶が皆さんのお手元に届くまでに大切な工程であります献茶というものを紹介させていただきます。献茶って何ってことなんですが、献茶とは茶農家さんからお茶を仕入れる際に、そのお茶の特徴を吟味して確認する作業です。それではお願いします。皆さんこんにちは、伊藤園ティーテイスターの落合です。早速ですがクイズです。日本では1年間にどれぐらいの量のお茶が取れると思いますか？3択にしますね。正解は2の約8万トンです。正解された方おめでとうございます。その中でも一番茶と呼ばれる新茶の収穫量は約2万7千トンです。1年間に取れるお茶の3分の1がこの時期に取れるんですよ。はい、では今から新茶をはじめとする日本茶を毎日見ている横道さんに話を伺っていきたいと思います。横道さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。伊藤園 C-LEVE の横道です。皆さんよろしくお願いいたします。ところで落合さんは新茶好きですか？はい、新茶のあの爽やかな香りがとっても大好きです。そうですね、新茶はですね、まあ一番茶といって一番最初に出てくるお茶なんですけども、冬の間にですね、しっかりこう養分、旨味をですね蓄えて出てくるお茶になるので、まあ旨味とか鮮度とかそういうものが十分乗ったお茶になりますので、本当に美味しいお茶だと思います。横道さん、その前掛けとてもかっこいいですね。いつもそんな格好でやられてるんですか？お茶をですね、1日多い時だと大体200から300ぐらいの数を見るもんですから、ズボンがですね、ちょっとこうお茶で汚れてしまうことがあるもんですから、まあこういう前掛けをしてですね、それをまあ防いでるのともにですね、もう私なんかはここをこうギュッと結ぶことでですね、お茶見るぞっていう気持ちになるもんですから、すごく私もかっこいいと思ってつけております。それではじゃあ献茶を始めていきましょう。はい、これ今年できた新茶なんですけど、この辺、ここまでが鹿児島の新茶ですね。こっちが静岡の新茶になりますけれども、まあ、あのこう見た目にもですね、鹿児島の方がちょっとこう緑が濃くて、静岡の方が、まあ、ちょっとこう黄色っぽい感じがしますけど、これまあ特徴というか、鹿児島のお茶の特徴と、まあ、静岡の新茶の特徴になります。まあ、じゃあこれを 4g ずつ、献茶するときですね、4g ずつ取っていきますので、今から取っていきますね。お願いします。で、固まらないようになるべく混ぜてですね、はい、4g ずつ取っていきます。すごいですね、やはり毎日やられてるのでとても手慣れてますね。そうですね、まあ、数こなせば誰でもできる。最初はやっぱりこの量を取るのが、ね、なかなか難しいですけど、はい、慣れてくれば落合さんでもできるようになりますよ。大丈夫です。色とか触った感覚でもお茶の水分が高そうだとか低そうだとか、そういうことも分かるので、飲むだけとか嗅ぐだけじゃなくて、触った時点でこれ出ちゃうかなと思います。パッと見こう同じように見えるかもしれないですけれども、あの、まあ、私たちが見ればですね、大体こう蒸し度合い、あのお茶のその時の畑のまあ状態とか、どういうふうに作られたのかとかっていうのがだんだん分かるようになってきます。私たちぐらいになれば、どこの工場で作ったお茶とか、その辺までも分かるようになってきます。すごいですね、はい、私たちの献茶では、熱湯を注いでいきます。普通 の、 あの飲むお茶だと湯冷ましするイメージなんですけども、こちらは熱湯を入れるんですね。私たちの美味しくお茶を入れるのではなくて、お茶の全てを見なきゃいけないので、湯冷ましたお茶ではなくて、熱湯を注いで何かも味が出るようにして、感応していきます。まずは匂いを嗅いでいきますね。はい、こうやってですね、1個ずつ順番にですね、そのお茶の匂いを確認していきます。ここでですね、こう、お茶の品種の違いとか作り方の違いとか、その辺をこう確認するのとともに、製造中にですね、欠点がないようにお茶になっているかどうかということも確認するように
で見ると、欠点のお茶とかを見上げられないこともあるかもしれないので、必ずこうやって2人以上で検茶するようにしています。二重チェックっていう意味があるんですね。そうですね。一つ一つの違いは分かるんですけど、言葉で表現するとなかなか難しいですね。そうですね。この後は、飲んでいくので、このお茶を入れちゃいます、ね。で普段はですね、この網ってあんまり使わないんですけど、数が多くなってくると私たちこの網使ってなるべく検茶するときに抽出の条件を全て一緒に揃えたいので、あのこことここのお茶葉を抜く時間があるとちょっと変わってきちゃうんですが、こういう網を使ってなるべく抽出時間が一緒になるような形で検茶するようにしています。でこれを検茶していきます。でスプーンで取ってこの検茶碗に入れて飲んでるんですけど、こうやってまあ取ってですね、一つずつ検茶をしていきます。でこの時にですね、この鼻に抜ける香りだとか、はい、舌に残る味の違いとかで、このお茶の特徴を捉えてみるようにします。でこうちょっと汚く見えるかもしれないですけど、音を立てて飲むのは、この口の中で音を立てることで、この口の中で、お茶の音を霧状にして舌でこう縦で感じる渋みとか横で感じる、いろいろあるんですけど、そういうのを感じられるようなためにこういう緊張飲み方をしています。いつも飲むお茶より渋い感じがするんですけど、そうですね、やっぱりさっき言ったように、湯冷ましじゃなくて、熱湯を注いでるんで、お茶のうまみとか渋みとか全部できてるので、言われるようにですね、そういう、はい、渋みが強かったり、ちょっとそういう味はするかもしれない。今の時期、新茶の季節だと思うんですけれども、この時期の大変なこととかってあるんですか？私はお茶見るのが好きなので、個人的にはあんまり大変さは感じないんですけど、あの新茶時期になるとですね、茶市場とかでお茶買ったりするんですけど、朝が早いですよね。5時半とか6時から始まるので、その時間から出社をしなきゃいけないので、その部分がまあきついといえばきついかもしれません。あの毎日土日も工場とか畑が休むわけではないので、土日もお茶を見に出てこなきゃいけない。ただまあ実際ですね、あのお茶を見るのが好きなもんですからね、あの全然苦ではないです。で、こうお茶を毎日来て、この時期のやつはさっき言ったように鮮度があって旨味があって美味しいお茶のもんですから、毎日どんな風にお茶が変わっていくとか、そういうことを見るのは楽しいので、はい。お茶の畑って寒い時期にしっかり寒くなるとしっかり畑が休眠して旨味を蓄えるものですから、で3月からこう暖かくなってくるといいお茶になるので、今年もいいお茶ができているものですからね、その辺はあの皆さんにも期待してもらいたいと思います。私もあの横道さんの話を聞いていたら、あの新茶が飲みたくなってきましたので、私の方でお茶を入れますので、ぜひよろしければ一緒に飲んでいただけますか？はい。美味しい新茶が出来上がりましたよ。落合さん、横道さん、ありがとうございました。舌の縦で感じる渋みとか横で感じる味とか、ケッチャって本当に奥が深いなと思いました。まさに職人っていう感じでしたね。それでは最後に茶話コーナーです。今回は謎かけでいきます。新茶とかけまして、かけ軸と解く、その心は？どちらも初夏が感じられるでしょう。それではまたお会いしましょう。チャンネル登録お願いします。さよなら。新茶も近づく88夜、夏も近づく88夜。